はい、皆さんこんにちは、加藤です。私加藤ですね、2019年、160キロにね、挑戦したいなと思います。今日はね、久しぶりの投稿っていうことで、まあ、今ね、僕のトレーニング状況っていうのがこんな感じなんだっていうのをですね、お見せできたと思います。はっきり言ってですね、まあ、140は出てると思います。で、これからですね、まあ、150、160と年末までに、仕上げていくためにちょっとね、変わったトレーニングなんかもね、やっていきたいと思います。動画を更新してなかった理由っていうのは単純で、まあ、視聴者数があんま伸びてなかったのと、まあ、カメラのレンズが壊れたみたいな、であと忙しかった、まあ、いろいろあって、もうそれどころじゃなかったっていう感じです。ただですね、毎日トレーニングをやってましたので、球速の方もね、だいぶ上がってきてます。これね、本当に160キロ、100マイル年内に行きそうなんで、これからですね、頑張っていきたいなと思います。